皆さんこんにちは、わらび1号です。皆さんこんにちは、わらび2号です。今日のエキロマンは関西本線非電化区間 JR 津毛駅から亀山方面への一つ目の駅 JR 兜駅です。加えるに太いで兜って読むんだね、すごい。単独駅名路線の続きのような感じですけど、ここは関西線の三重県の駅ですね。そうだね、今日は目尻の赤いお顔ちゃんじゃなくって青い機動車が来るんだもんね。久しぶりで楽しみですね。うん、楽しみ。この素敵な兜駅は2022年にリニューアルされたようですね。だからこんなに綺麗なんだね。おお、兜駅の中に兜駅ののれんがある。おしゃれな感じですね。あれ、一号、おしゃれわかるの？なんとなくよ、なんとなく。お昼は相変わらず1時間に1本ずつだね。来てくれるだけありがたいんです。まあね。おお、立派な木彫り。兜駅には駅員さんがいらっしゃらないですが、兜サロンには人がいらっしゃって中を見せていただきました。おお、いろいろ美しい。ほんとね、ゆっくり過ごせそうな場所ですね。ねえねえ、一号、気づいてる？ここの駅、自動券売機なかったよ。しかも、駅員さんもいないなら、入場券どうするの？そうね、サロンの方も入場券代受け取れないそうなので、困ったわね。こんな駅、初めてだね。まあ、なんとかするしかないですね。なんとかったって。あれ、京葉定期で、困ったら2号に相談したまえって言ってたわよね。それはそうだけど、これはどうしようもない。サロンの方、ありがとうございました。とってもありがとう。さて、どうするか。へへへ、あの箱の中に現金で支払っちゃいましょう。1号、大胆。だって、しょうがないでしょ。そんな1号だったっけ？そんな1号です。でも、2時間以内に外に出なきゃですね。入場券なくても、そこは守るんだ。当然です。さっきの時刻表で、お昼は両方向とも1時間に1本ずつだったから、2時間で、列車4本見れますね。おお、1号、計算できるんだ。今までの駅、ほとんど4本だったでしょう。あらまあ、計算じゃなくって、経験だったか。の感じ、何回目だろうか。関西線に帰ってきたって感じがする。あれれ、五線橋で関西線わかるの？2号にはわかるんです。天才ね。やっぱり関西線のホームは長いですね。ほんとだね。でも両方とも先っぽの方は使われてないみたいだね。枕木、久しぶりに青い列車が来ます。ご注意ください。どうしたの？亀山方面から来ました。でしょ？ちょっと青い列車、久しぶりだから興奮しちゃった。じゃあ興奮冷ましてあげる。え、鉄道に詳しい人が関西線は青い列車じゃなくって紫の列車ですよって教えてくれた。興奮冷めちゃった。冷めないもん。青でも紫でもかっこいい。そうね、そこは変わらないわね。出発。ねえねえ、このシーンなんだかよくない？関西線はとっても絵になりますね。鴨まで行ってらっしゃい。おお、駅前がこんなにこんもりしてる。涼
塚山脈の南の南くらいの場所ですね。自然が豊かで気持ちのいいところですね。あ、向こうに名阪国道が見える。おい、編集スタッフ、名阪国道を見ようとしたらなんで古戦郷に切り替えた？まあ、駅ロマンですからね。名阪国道は国道ロマンの時にしましょう。そんなのあるのか。ところで1号は編集スタッフの味方なのか。ああ、まあそんなことは気にしないの。なんか最近1号が怪しいな。それでは兜駅の情報を見てみましょう。この駅の1日の平均乗車人員は50人以下で、終日無人駅のようです。おお、何も言えねえ。何も言えねえじゃなくって、もうすぐ列車が入ってきますので案内お願いします。青か紫の列車が来ます。なんか投げやりだな。なんだこの色は。こら、鴨方面から来ましたでしょ。驚かないの。今年の3月に登場したお茶の京都トレインっていうラッピング列車ですね。何も聞いてないぞ。噂には聞いてたけど、このタイミングで出会えるなんてラッキーですね。青とか紫とか言ってる場合じゃないぞ。いろんな絵が描かれていますね。なんだろうね。お茶に関するものが描かれているようです。希釈や急須、茶釜に茶杓、夏目にお茶の葉、茶碗に茶畑まで。賑やかでいいね。また会えるかな。亀山駅で折り返してくると思うから、もう一度チャンスあるかもですね。であったから思い出したのよ。縦兜。おお、トラロープ。縦兜。あ、斜め兜。列車が入ってくるよ。来ました。お茶の京都の。お茶の京都トレインでしょ。それが亀山方面から来ました。ここからは見えにくいけど、外側だけじゃなくて車内もお茶のモチーフでいっぱいみたいよ。どんなのがあるの。茶畑や茶摘み衣装のイメージ図柄や、茶筅と茶杓でできた幾何学模様の中摺りの蓮とか、カーテンやつり革なんかも可愛いデザインになってるみたい。乗ってみたいわね。カモまで行ってらっしゃい。こんもりもりもり兜駅。イボーはこの駅が気に入ったのね。もちろん。てか気に入ってない駅なんてないけどね。そっか、そうだよね。あたぼうよ。この駅と同じ漢字を書いて、加田駅って駅が和歌山にあるみたい。そっちの駅も行ってみたいね。何色かわからないけど、列車が来ます。おお、いつもの青か紫の列車が鴨方面から来ました。なんか落ち着きますね。関西線はこの色で来るっていつも思ってるからね。
着。そうですね、最初の列車と亀山駅で折り返すラッピング列車2本とこの列車ですね。じゃあもう帰らなきゃじゃん、寂しい。そうね、でもまだ亀山駅まで2駅ありますからね。わかった、関西線また来るね。バイバイ。 JR 兜駅、素敵な駅でしたね。 JR 兜駅、ありがとう。今日も最後まで見てくれてありがとう。次の駅でお会いしましょう。